皆さん、こんにちは。そしてこんばんは。大戸浩司のカラオケレッスンへようこそ。今回は、中条きよしさんで、カサブランカロマン。歌手で、役者で、そして代議士にもなられました。さあ、これもしかしキーが高いのでね、もう何もかもこれで申し訳ないんですが、マイナス2にさせていただきますね。さあ、それじゃあ、3つに分けていきます。短く、2段目の君と重なるまで。雨に濡れてる白いカサブランカ、気高く清らな君と重なる。ここまでです。何か昔の歌に似ているような、黄昏のビギンと言いましたかね。一泊休んで一節、あるいは半泊休んで一節と。最初はその一泊。雨に濡れてる、雨に濡れてる、休んで白いカサブランカ。普通に歌えば白いカサブランカ、これなんですけども、カサのカを下からしっかりすくい上げる、ちょっと長めに歌う。白いカサブランカ、こうですね。はい。ちょっともうきちっとは音符に書けませんね。はい、じゃあ一段目歌いましょうか。出足が難しいんですよ。最後にこんなメロディーと言いますかね、伴奏。雨に、四分音符三つで三連音符という、この厄介な伴奏が、じゃ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 、雨に濡れてと行くんですけど、さあやってみましょう。まだまだゆっくりです。雨に濡れてる白いカサブランカ、気高く清らな君と重なる。二段目。気高く清らな、一泊休んで、気高く清らな、らな。もうここでやっておきましょうか。二番は、涙のしずくのが伸びていって、次の小説の一拍目で、しずく、なぜと私に聞かないでください。一番、一拍休んで、気高く清らな、君と重なる。一拍休んで、君と重なる。三連があるからね、ちょっと嫌かな。君と重なる。こういう流れ。さあ、それじゃあ二段目。けだ、三、はい。けだかく清らな、君と重なる。さあ、じゃあここまで仕上げましょう。
雨に濡れてる白いカサブランカ、気高く清らな君と重なる。皆さんで一泊休み二段目の終わり。二人はいきなりですよね。二人、たが長い、りが短い、うわー持ち上げない、いきなりうわー、そしてまだまだ上がる。愛し愛されて、すごいでしょ。この愛、愛し愛のあが一番高い音です。これすくいましょう。一音下からのすくい。愛し愛、あ愛、そしてその音からされて、この作り面白いです。喜んでじゃいけませんけども、愛しさん、はい。愛し愛されて、じゃあちょっと戻りましょう。二人はから、重なる二人は、愛し愛されて、幸せな日々夢見てた。こうですね。されて、ちょっと上がって、幸せな日々、しや、半音使いですね。臨時記号。幸せな日々、なな な, な日々。どういう展開なんでしょうか。幸せな日々、そして夢見てた、夢見てた。この音がね、下がっていく、下がり方が少しね、変わっていて、まあ魅力的ではあるんですけども、最後、夢見てたの、他の音ね、絶対に右に寄せないようにね、次の小節なんて とんでもないですよ。はい。夢見てた。夢見てた。てた。てーたーと手を伸ばして、たを次に寄せないように、これが大事。夢見てた、この前で歌うのが魅力的。じゃあ、幸さん、はい。幸せな日々夢見てた。じゃあ、二人から行きたいんですけども。君と重なる二人は、
れて幸せな日々夢見てた。じゃあ皆さんでもう一回、君と重なる。最後の冬の木枯らし一拍、うん、冬の木枯らし。基本的な音は一番最初の雨に濡れてるとほぼ同じですね。で、この冬ののが四分音符、そして木枯らし三連にしてる。うん、まあ、親戚関係のメロディーですね。うん。冬の木枯らし吹き荒れた夜でも、これもありましたね。一段目、白いカサブランカ。まあ、先ほどのカサブランカのかのようには長くはしませんけども、もう吹き荒れたのレノーと下から救うことは当然のようになさってください。吹き荒れた夜でも、もういいですね。似たような節が出ました。そしてその次、肌寄せあって、うん、肌寄せあって、いいですね。これは楽ですね。肌寄せあって寄せあって。さあ2番3番ちょっとやっときましょうか。2番を私がね、ちょっと楽譜をきっちりと、作るのを忘れていて申し訳ありません。君の忘れ物、こうです。君の忘れ物、三番と似てる。ほろ苦さだけ。一番。肌寄せあって。夜明けに溶けた。夜明けに溶けた。これもほぼ同じなのがね、二段目、君と重なる。似てますよね。はい、音遣いは一緒。それを最後、夜明けに溶ける。じゃあご一緒に、冬の、はい、三、はい。冬の木枯らし。荒れた夜でも肌寄せあって夜明けに溶けた。溶けたでした。失礼しました。冬のこの皆さんで冬の
それじゃあね、まとめたいんですけれども、2番が終わりますと、これは感想が結構長くてね、8小節あるんですよ。その8小節というのは、この楽譜の1段目と2段目、このメロディーを弾きますから。本当はね、ちょっとメロディーをこうアレンジしてあるんだけど、もう私がそれする余裕がないので申し訳ありませんが、8小節があるということですね。一応なんとか上の方でメロディーを入れたい。さあ参りましょうかね。はい。ギター伴奏で歌えた方、素晴らしい。はい、男性はこのマイナス2を中心で、あとは皆さんのお好み、女性の皆さんはプラス4あたりを中心でしょうか。はい、ちょっと懐かしさもあり、
またユニークさもあちらこちらと、なんか魅力的な一曲でしたね。お付き合いくださいましてありがとうございました。